ユトランド半島の東、バルト海に位置する。面積は7,031平方キロメートルで、グリーンランドとその続島を除くと、デンマークで最も広い。人口は約210万人で、デンマークの東部にあり、東端には首都コペンハーゲンがある。西にあるフン島との間には、ダイベルト海峡をまたぎダイベルト橋がかかる。東には、コペンハーゲン空港がある。 アマー島がある。ここからエーレスンド海峡の海底トンネルを通って人工島であるペベルホルム島を通過し、そこからエーレスンド橋を渡るとスウェーデンに行ける。南のファルスター島との間はファローブローン橋で結ばれている。コッペンハーゲンから北へウーアソン海峡沿いに走る鉄道で海岸線を走る。途中ロングスデスキスト駅周辺では 作家カー・アン・ブリクセンの成果を改装した美術館があり、広い庭にはブリクセンの墓地がある。次に、ホムリベク駅周辺では、ルイシアナ現代美術館があり、庭園から海峡や隣国のスウェーデンまで見渡せる。なお、英称はシェランだが、ニュージーランドとは無関係である。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の解説。 コトバンク。2018年5月12日閲覧。鈴木雅子、ぶらり、デンマーク、村井正人編長、デンマークを知るための68章証書店2009年35から36ページ。ありがとうございます。